도쿄 시내 한 빌딩에 자리 잡은 교량 설계 보수 전문 기업. 전체 200여 명 직원의 연령대 구성은 이렇게 다양합니다. 2040이 더 많지만 50대 이상 직원도 적지 않습니다. IT とか最新の、まあ、ソフト技術を使うときに、まあ、若い人たちを雇用して、その人たちに、まあ、習得していただく。あとシニアの方は難しくなってきますので、今までの経験が我々の会社に合っているかというところを重視して採用します。이회사의팀장부장급은대부분30-40대입니다교량보수팀의팀장인38살모리타씨는20대부터60대까지6명의팀원을이끌고있습니다특히연령대에대해変さを感じたことはそこまでないですね逆に年齢、まあ、上の方はその分知識持ってるんで逆に助かる面の方が多いですね自分ができることを年下の人ができるようになってそれで初めて自分が去っていけるだからそうですね自分のスキルを伝達してそれで初めて辞められるかなっていうそういうふうに考えてますね73살인세리자와씨는5년전에파트타임으로채용됐습니다원래컴퓨터사용에능했지만도쿄도시니어교육기관에서사무용소프트웨어를더익힌게주효했습니다年金自体が少ないですのでそれにプラスその2つの仕事をしながら健康なうちはできるだけ自分で心身もそうですけれども経済的に自立を目指しています우리에겐어려운숙제인일본의이세대통합근무환경은저절로만들어진게아닙니다일본은1970년이미고령화사회에접어들어1994년고령사회2006년초고령사회에진입합니다1970년대부터정년연장논의를시작했습니다60세정년노력의무를거쳐60세정년을의무화했습니다2006년부터는65세까지고용확보조치를의무화해단계적으로시행합니다고용확보조치로세가지가허용됐습니다정년의폐지65세까지정년연장65세까지계속고용60세이후에는일단퇴직시킨뒤계약직으로채용해도된다는것입니다너네가이세가지중에한가지제도를실시하면정부로서는너네들임금에대해서어떤컨트롤도하지않아그러니까정기업에서임금을자연스럽게조정을하게한거죠일본정부의정책방향은분명했습니다기업에게60세이상노동자의임금은낮춰도좋으니65세까지고용만은유지하라는것입니다고년래者は一旦離職すれば再就職は難しく現在の雇用を継続するということが重視されたことがあります高齢化が進み公的年金の支給開始年齢を引き上げることが避けられないという状況の下で公的年金を受給できる年齢になるまでに無収入の状態を作らないという要請もありました東京中心から50キロメートル떨어진秋島市삼성전자와 SK 하이닉스등에도납품하는반도체시스템특수전원장치를제조하는휴테크본사18명직원의평균연령은56세입니다当然若い人を雇用しようというあれはありますけれども非常に少子高齢化ですので、まあ年齢が高くても能力のある人は当然ここでそのまま働いていただこうと考えています시니어를많이채용하다보니노하우도생겼습니다특히대기업에서높은자리에있었던사람들은더면밀히살펴봅니다俺が指導してやるぞという上から目線でこう来られるケースもあるんですね。まあこういう方はまあすぐにやはり
問題になりますんで、もう即刻そういう人は解雇です。2日で解雇した人います。65세까지의 고용 확보 조치로 기업들이 처음에는 대부분 계속 고용을 선택했지만 최근에는 정년 연장 또는 폐지를 선택하는 비율이 늘고 있습니다. 임금 수준을 끌어올리고 복리후생 제도를 어느 정도 이용을 하게 하는 게 생산성을 높여서 기업 이익에도 플러스가 되겠다는 생각을 하게 됐어요. 60대까지는 현역 세대와 큰 차이 없이 일할 수 있다는 의식이 있던 것도 기업의 정책 변화에, 제도 변화에 영향을 미쳤다고 생각을 합니다. 건강보험, 의료보험의 부담ということも大きな課題ですけれども、やっぱり高年齢者が働き続けることによって 건강 寿命を 延伸すれば 結果として 의료보험의 부담 減にもつながる。 こうしたことは 使用者の側にも 認識としてあったかと思います。 이런 노력을 기울여왔는데도 초고령 사회 일본의 노인 빈곤율은 20%에 이릅니다. 노인 빈곤율 40%대인 우리나라를 더욱 긴장하게 만듭니다. 일본의 やり方が正しい、必ず正しいというふうに私は言うつもりはないです。別のやり方もあるのかもしれません。ただ、50代、60代にできるだけ多くの労働者が働き続け、 稼ぎ給料を稼ぎ続けるということが可能となるような仕組みでなければ、社会として持続可能でないことだけは間違いないだろうというふうに思います。